国会だと130ぐらいだよな。140はないよな。そんな感じです。僕のクラブそんな飛ばないんで。やっぱお前の硬かったわ、シャフト。え？シャフト硬かった。誰ですか？お前の。僕も硬いですよ。ちゃんとワンピン外してないの撮ってます。いや、そこまでアップにはしてない。スイングしか撮ってない。 P はワンピン外さないですよ、僕は。左ワンピン。困る。スライスラインだな、左ワンピン。どうするの？もういいですか？いいよ、俺の打ってくれよ。大体小暮と同じぐらいなんで、来角が。グリップがもうヘナチョコになってるからな。結構練習しましたね、これ。ピッチングが毎日打ってるもん。結構練習してる、これもう。ピッチングが一番使用率高いから。だってもう茶色いもん。アップライザー。いやいや、お前と一緒だって。僕のがアップライザーからちょっと左。ツーピン左。ピッチングじゃ分かんないですよ。大体コントロールできるじゃないですか。あー、先ちょくった。ちょっと左嫌がっちゃうな、皆さんの。え、いや、もう左行かないっつうの、そのクラブは。それやっぱイメージよりもやっぱ左ワンピンに出てんの、うん、あそこ向いてるよ。え、マットがあそこじゃん。こんな感じ、うん、ちょっと左下がりなんだよ。知ってました？え、ちょっと飛ぶように飛ばすためにかあ、今日すげえわ。トップからトップの位置といい、切り返しといい、完璧だよ。いや、完璧はない。完璧、まあ明日になったらもうまた首の後ろに入ってくるだろうけど。イメージはどうだ。じゃあドロー。いや、今のドロー軌道だよ。もっと強めってことですね。俺クラスのフックね。フックに近いやつね。宮下さんクラブ持ったらフック打ちたない。トリッキーだ。やべ、行かねえだろうよ。アイアンで縦の距離感これ狂ったら終わりだよ。じゃあドロー、ちょっとインサイドから入れますね。うん、今日左からフォロー目だからあんまり戻んないね。ボックスピン。いや、傾斜だから。フェード見ます。え、うん、ちゃんと左向くもんな。かあ。バックスイングで僕ここ開けますからね、フェードの時。うん。で、下ろしてくる時もこういうイメージだから。普通に意識しなかったらドローなんだろ。うん、俺と一緒じゃん。いや、やめとこ、ストレート。意識しなかったの。ストレートドロー。僕がストレートドローで、宮下さんはフック。じゃ、意識しないストレートドロー。いや、それフラットだからね、あんまり捕まってこないんだって。それはオミスだろ、今。今オミス。だいたいさ、ショートアイアンだったら左右の幅、俺なんかのレベルってどのくらいまで OK？ ただショートアイアンで。宮下さんのレベルは左右15。15。70代たまに出るレベルは。いや、たまにって言うんじゃないよ。15。ショートアイアンで15はちょっと広すぎない？じゃあ僕の今のミスぐらい。あれはダメでしょ。いや、でも、自分がそんな上手いと思ってる。いや、ショートアイアンであれはダメでしょ。ダメダメダメ。だから宮下さんは15ありにしよう。いやいや、15ってあの、あれよ。トータルだよ。ピン挟んで、あれよ。今のはだって。ピン挟んだら30。いや、それはないわ。
それはあまり190とか100のレベルでしょ。今ぐらいのミッションとか15ですよ。今20でしょうよ。10ヤード10ヤードにしなきゃダメだよね、ショートアイアンはね。まあウェッジはね。でもそんなのね、こうちょっと傾斜があったりとか。いや傾斜があってもよ。だって普通ラウンド行ったらだって平らなとこないじゃん。まあ練習ではやっぱそう。もう僕だったらワンピン外したらちょっとあれと思いますよ。ショートアイアンだとね、もう常にこのラインだよね、ワンピン右から。小暮の場合はね、大体ショートアイアンはね、ライン出んの分かってる。縦距離を見てるだけだから。いやだからショートアイアンはライン出なきゃダメですと思ってます、僕は。5番アイアンは乗ればいい。ミドルアイアンは俺だと、何じゃあ、左右で言うと、どのくらい ?20? ミドルミドルアイアン。まあ、5、6、7。だったら、OB がいいんじゃないですか。何それお前、俺を舐めてんね。20ぐらいか。いや、でもね、5番アイアンはね、本当僕とかで、そしたら、じゃあ、確率、今、僕打ちましょうか、そしたら。うん。いや練習もうあのアコーディオのマークあるじゃないですか、うん、の左、うん、のマークね、あのマークあるのマークあって、うん、あの横のポール、うん、右から4本目5本目のポールに行けばいいですよ、うん、っていうことは20ヤード25ヤード、見た目の話、うん、そしたらまあグリーンには乗るって感じだ。だからグリーンセンター狙って、いやお前はもっとレベル高いだろうよ。いや意外にそのぐらいに感覚、あのグリーンの幅に飛べばいいって感覚で言ってます。あそうなん。でも内心ピンですけど、でも試合でだって5番アイアンですよ、200ヤードアイアンで打つのに、そこまで俺ライン自信はないんで、だからこのアングルでしたら左がダメって思うじゃないですか、うん、だからちょっと右目でいいやと思ってる、そんな感じ確ですよ、ちょっと右目に思って。いや幅はいってるよ、幅はいってるけどちょっとダフってるけど、いや今試合モードだからこう手離すんですよ。いや違うんだよ、レベルをね今の知りたかったんで。それはね、あの僕が判断する。いやでもさ練習場でもさやっぱラインはさあれじゃん、出しとかないとまずいじゃん。だどこまでが許容範囲かなと思って、僕はあの範囲にね、いやこの間もっとすごかったじゃん、この間もっと良かったじゃん。これは完璧？もう大丈夫。そしたら乗るじゃないですか。ということは小暮クラスでだいたいこの5番とか6番になってくると左右のピン合わせて20以内って感じね。こう練習でちょっとしたら揃ってきますよね、こうやって。うん。だから俺だったらもうじゃあ25ぐらいで揃ってこなきゃいけないってことね。30でしょ。30でしょ。そんなレベル違う？じゃあ検証しましょう。え、いやだから宮下さん5番持ってきて、間に、だから。いや、俺はの5はね、多分すごいと思う。いや、じゃあちょっと、だから、じゃあ、いや、めんどくさいけど、20球打って、何球幅で、やりましょうよ。いったって。持ってこようか？いったってしまいます。5ね。5。俺の5だと？ちょっと待って、俺の5って。いや、俺の5じゃん。ちょっと話違う。ちょっと話違うんだけど。俺の5番アイアン。アイアンじゃないよ、それ。いや、俺5番アイアン。トリッキーな、ずるいな、なんか。これで20ヤード？え、5番アイアンってアイアンじゃな、じゃあ6番アイアン。え、だって練習は？1球練習。はい。ちゃんと正直言ってくださいね、うん、もういいですか。いいよ、ちゃんと皆さん、じゃあ距離打ってくださいよ。
適当に刻んで幅入れるんじゃなくて、ちゃんとあのグリーン、え、アコーディアのグリーンね、じゃあグリーンオーバーぐらいの感じですよ。今のだと小暮のよりも15右だもん、ね、でしょ、結構右でしょ、うん、これフックしたら左外れますからね、これ。いや、これ左から風来てるから外れない。あ、セーフだ。あ、キックして左だ、ね、いやいや、 あそこに打ってんじゃんよ。キャリーで OK？ キャリーで止まったとこじゃないですか。今キックして左30行ってますよ、今の 1ポイント。この左からの風にフックしてくる。あ、しないしないしない。これだとちょうどあのポールとポールの間。じゃあセーフにしましょう。おまけ3分の2、3に。結構右ですからね。4分の2。お、これスライスして外れますよ、これ。いや、外れはしないけど、ちょっと飛んでない。いいんすか、そのぐらいのなんかちっちゃいスイングで。いいんですか、ちっちゃいスイングでも球飛ぶんだ、これ。5分の3。おぉ、そんぐらい振ってくださいよ。6分の4。でも飛んでない、飛んでない。ピン手前ですもん。え、いや、ピンぐらいでしょ。いや、手前。あれじゃダメ？うん。あー、いいよ。7分の5。あれ、そのクラブだったら僕よりいいかも。いや、でも距離いってないのかな。いや、フックでは行くけど、今だってちょうど80、180ちょい。あー、やった。9分の5。はい。おかしなんですけど。10分の5。10分の5。あ、じゃあまあ5割か、俺。うん、今んとこ5割。コスタ、でもおまけもありますからね、半分つっても、5割って言っても。うん、ああいう、今みたいな飛んでない。お、男気フック出た。12分の、あ、ほら、ほら、当たりやったら、ああいうふうに。いや、フック打ったら飛ぶよ。だからさ、手前とさ、奥のさ、20ヤードの幅、それはダメでしょ。基本、あのグリーン狙ってんの。これ飛ばないやつだ。こういう球と止まってあるやつ。ちなみに今、13分、12分の13分の、どん、14分の、7。7。半分。うん。ゴジラのとこからフェードぐらいに行きました。あちゃー、今のフェードって右出てますからね。15分の7。本当にフェードですか、うん、それも OK にするんですか。これ OK でしょ。手前なひょろひょろで18分の8。もう多分数値むちゃくちゃですよ。で、普通のナチュラルドロー。OB です、 OB です。ほら、危ねえ。ラスト、はい。5割いってねえじゃん。うん、うん、うん。なんかダフリフックで、あの、すいません、セコンドにちょっと一回さ、あのアコーディアのさ、3本目と4本目、4本目と5本目の間あるじゃん。はい。俺の感覚だと、もう、ほぼ、あの幅外したくないのよ。はい、ショットでね。はい。でもそんな感覚だよね。あれ以上負けたくないよね。セコンドンたちもっとこう。いや、でもあの、確かにあのぐらいか。あのぐらいだよね。あんまり、狭めてもさ、こっちがプレッシャーになるし。だから200ヤードの話ね。200ヤード。はい。それはショートアイアンだよ、ワンピンだけど。俺のレベルじゃあの5割ぐらい
入ればいいって感じ。そんな感じだよね。たまに70代っていうレベル。あれでも5割入ってたら結構余裕じゃないですか、うん、70。そうに言ってくれるし。じゃあ、あの小暮の5番。いや、今セコンドのちょっとすごい今からやる。あ、そうか、うん、よいしょ。じゃあ帰ってきてから、うん、これ撮ってるんですよ、ちゃっかり。これは撮ってる、撮ってるでしょ、ほら感じ出してるもん。どこでやって、どこでやってんすか。あ、いや、今130のとこ。もう一回見せてくださいよ。ショートアイアンだったら多分、あのジャンボさんも言ってたけど、あんまり変わんない、ここでと。いや、じゃあ一緒にしないでよ。5番とか6番になったら全然違うのは分かったけど、ショートアイアンだったらもうワンピン押さないぐらい。本当？本当だよ、ワンピンだよ。これなんだよな、やっぱりミドルアイアンとかの精度が全然違うから、それは本コース行ったらダメだよな。今見てなかった。え、今ワンピン左。そう、うん。本当だよ。だって一番練習してるグリップ、あれでも、ツーピン。だってツーピンにいますね。あれ、ツーピン、右にツーピンでしょ？だから、ちょっと 5、うん、5だけやってみてくれ。ショートアイアンはまあ、やっぱり、ジャムさんに褒められてるだけあって。小丸さんがね、うん、トリッキーな。タイガー・ウッズと一緒ですねって。はい。宮下さん。チャリンコをこげて。小暮、逆に俺のユーティリティじゃもっとライン出るのか。出ます。あのユーティリティあれは外さないです。僕だから7番ウッドの方が多分5番円ライン出ますよ。ああ、まあじゃあ5でやってくれ。5で、まあ10球やってくれ。10球、うん、結構差をしました。うん、俺はだから5じゃ5割ってとこだもんね。5って言ったってユーティリティじゃないですか。いや、5だから5だもん。5万円じゃないもん、俺は。6万円って言えばよかった。だから俺、このユーティリティは、あの、無風で190だからね、俺。全然飛んでないですよ。え、いや、そんなことないじゃん。ちょっと擦ったら、あの、手前に落ちてたから、180。測りましょうか、そしたら。測って。だって、ここで、ここで180なんだよ。え？で、っていうことはさ、あれじゃないですか、あのグリーンオーバーしなきゃいけないですよ。ちょ、ここで178なんだ。ここで178なんだよ、あのピン。188ぐらいあるじゃん。段位入れて181だから。見てください。いや、俺はこっちだよ。いやいや、段を入れたら181。俺は向こうで。うるさいな、本当。188だよ。だから170ヤードしか飛んでないんですよ、UT。188で手前の10ヤードだから、178。だからまあまあ許容範囲なんだ、俺は、距離はね。で、フック打ったら、それはフック打ったら200ぐらいいっちゃうけど。だからその縦の幅最低じゃないですか。何が？縦の。いやいや、もう200ヤードの縦の幅なんか俺は全然気にしないよ。ラインだけ合ってくれればいいんだもん。それがアマチュアか。で、5番の小暮の、あの、正確性を。はい、10球のうち、あのピン狙いますよ、本当に。うん、かー、完璧だよ、ワンピン右だよ、これ。ショートアイアンよりライン出てるよ、俺。ショートアイアンよりライン出てるよ、ここで。いや、そういうとこ、そういうとこあります。そういうとこある。これ普通に打っとけばさ、これはちょっと外したね。2-1。いやね、こう今ね、ちょっとね、頭の中で2つ打って、さすが水野921って言おうとしたら、打つ前になんか言い訳みたいな。普通にインパクトしとけば、まあちょっとハーフトップだけど、ラインはね、はい、じゃあ、
じゃあちょっと教えますね。うん。ライン出したいときハーフトップです。確かに。確かに、ね。だってハーフトップで曲がる人いないじゃないですか。うん、俺ハーフトップでフックすんだよ。すごいフェイス面ってことだよね。ハーフトップじゃないんじゃないですか。それが、それが普通のショットなのかな。ああ完璧だよ。これ左から風で。まあ、あのぐらいは許してくださいよ。いやこれは、ね、全然ないショットだよ。ちゃんとオーバーしてるでしょグリーン。4-3。いや普通に打っといてマットでね、フォローで。ああ5-4。あちょっとか今日の勢いは奥のネットオーバーす。ぐらい振っていいですか。いや振っていいよ。これも幅だめね。いやちゃんとオーバーしてるじゃないですか。6-5。一発しかミスしてないんだ。いやだって条件がいいじゃないですか、このマットの上で。うん、7-6。バンド見えるんですかね。かあ8-7。もういいですか、打たなくて。いやいや打って。ダメだね。9-7。入ってるっつうの。もう左跳ねてった。それ宮下さん、それだよ。いやお前のあの球は手前の池から入ってってんだから。違う。俺がちゃんと当たったグリーンの奥を跳ねて左に行っただけだから。幅に行ってる。キャリーって言ったじゃないですか。9-7。またそういう時だけさ。ラスト。じゃあ大洗の14番。15番。14番？あ、ショートね。ショート。14。あ、右のバンカーだよ、これ。これ、そんな大洗入れるから外すんだよ。ほら、せっかくあの8割かなと思ったら7割だよ。お前、でも9割ぐらいのレベルで行くけど、コース設計しちゃう、大洗設計しちゃうと、うん、これでちょっと最後打ってくる。優しいって言ったけど。これが優しいっすよ。小暮じゃもうそれ、球上がりすぎちゃって、多分距離感出ねえと思うんだよな。だからちょっとテンション落としますよ。いやでも落としてもダメよ、硬いからね。ちゃんとただ先端思いっきりカットしてるだけ。いやって言ったってTX をカットしてるわけだから。意外とちょっとウッド系な感じでしょ。ほらこれ飛ばないよ意外に。いやとしっかり打たないと飛ばないって。これいいね。これは行ってるじゃない。これでも僕の5番やね、飛ばないと思う。飛ばないね、うん、だ上に行くんでしょうね。で宮下さんってさ、上に行くやつをさちょっとこうやるからさ。いや上行かないんだよ俺は。それで上あ行かないからちょうどいいんだ。いやこれ優しすぎるよ。かあ、そうそうそう、その球飛ばないよ。でも行ってないね。これ僕の5番の方が飛びます。全然飛んでるよね、うん、向こうもうネットまで転がっていってるもんね、小暮のね、うん、転がってんじゃないっすね。俺のビデオが OK だ。まあでもそうだね、長くなりゃなるほどそのくらい差出るわね。本当にもう本当にもうだからあと設定ですよね。あん中に入れろっていうだけで打ってて、うん、僕もさっきの大洗の14番で言いましたけど、うん、まあ、左を行っちゃいけないし、で今右のバンカーの上からフックのイメージだったんです。右からのアゲンスト、うん、でもだから練習ってやっぱ設定しなきゃダメですよ。
まあ基本はそうなんだけど、でもその確率、要は練習しててもさ、やっぱりこうショートアイアンだと、違う、僕は目から入ってくる情報で確率が変わるって言いたい。コースによってだからあーって思って確率が変わるわけじゃないですか。あ、コースはね。ただここに入れろっていうだけだったら、僕の最初みたいに外さないですよって打てるますけど、だから大笑い。いやでも俺もだってそのつもりで言ったら外れるわけでしょ。5割は。だショートアイアンは外さ、それは外さないけど、やっぱこのこのさ、長くなればなるほど差が出てくるわけでしょ。だからもう、だから7番アイアンからさ、あのまあ下手すれば5番アイアンまでは絶対にもう5割と8割の差があるわけでしょ。まあ、まあ、確率ですからね。うん。でも5番アイアンの確率がなんか自分で思ったより良かったから、いや俺思ったより悪かったもうちょっとあれかなと思ったけど、いや僕はそんなもんだと思ってましたよ皆さんの確率。いやユーティリティだからさ、もうちょっと良くないとダメでしょ。あ、まあ、いやいや、そっか、あ、これやるとダフるんだ俺。何？あのね、あるの。ちょっと今、いろいろ嫌なところ修正中なんだ。今、だって手の位置近かったもん。うるさい。さっきの良かったもん。でもこれ、入んないでしょ、トップの形。いや、入るよ。あ、いいね。それで調整するんだ、長いので。なんかあれしたいな、宮下さんのドライバーをキャッチしたいな。え？僕トレーニングと一貫で。ドライバーをキャッチってどういうこと？宮下さんがドライバー打って、僕はあそこでキャッチ。いや俺の球はダメだと思うよ。なんで？ドロップすごいもん。じゃあそれを取りたいんですよ。いや危ないって。それのがあれだね。まあいいや、確率が分かれたんだ。だから練習場でさ、やっぱりどのくらいラインを揃えられなきゃやっぱダメだよっていうの言いたかった。俺もさ、そうじゃん。やっぱこの長いのになればなるほど確率バラバラになるじゃん。はい、まあインパクトはね、まあ、あの、まあ、要は芯に当たったりヒール当たったりするけど、ラインの問題でさ、やっぱそのライン意識してやらないとさ、コース行ったらもっと曲がるわけじゃん。それを知りたかったから、まあ、確率の検証にはなって、俺とお前のレベルで全然違うっていう。僕がだからあんな感じ。だから先ほどもさっき言ってたけど、200ヤードぐらいだったら、プロだったらやっぱあの幅には絶対外さないってことだよね、うんうん、そうじゃないとコースにいないから、うん、まあセゴドンたちじゃもう半分ぐらいだよね。もうちょっと半分だよね、あれの、ね、僕なんかでそんな感じだから、うん、ということで、まあいいや、ちょっとなんか検証になっちゃったけど、ショートあれでしょ、本当はもっと負けてほしかったでしょ僕に。いや違う違う、もうジャンボさんが言ってた通りなんだよ。ショートアイアンは小暮より上手いなって言われつつミドルアイアンは、まあ、全然だなって言われてた、あれがこれで検証できたわけじゃん。8割と片や5割いくかいかないかだからさ。いや本当は9割ですよあそこ。いやいや、そんなことはないけど、あれだって水ショットでしょお前。水ショット、それを検証できたからよかったっていう。練習の時もラインはやっぱり7割8割出していかないと、ミドルアイアンだろうがロングアイアンだろうがっていう。大洗いの試合の前だったらこの条件は絶対これ入れる調整はしますよ。あ、もちろん俺もするよまあっていうか俺はドライバーしか打ってないと思うけどティーショット曲げる、ま、曲がったら終わりだからさ。大洗いだったらでもティーショットあれですよねの感覚だね、うん、よし、オッケー。